子どもたちに対してはですね、キリスト教保育ということで、子どもたちが先生も保護者も、まあ、みんなが仲良くといいますかね、思いやりというところをまあ大切に育てて いけばいいかなと思います。多くの経験体験、それをいっぱいして、それが将来の基本になるんじゃないかなということでね、やってるんですね。012歳の未満児さんでは担当性保育を行っています。一人一人の生活リズムを大切にし、子どもの思いを十分に受け止めて1対1で丁寧に関わっていきます。その中で子どもは安心して自分の思いを表し、自分でやってみようという気持ちが高まってきます。そして自分でできた喜びと満足を感じていきます。この施設を見学させていただいて、その中で先生方が子どもと楽しそうに関わる姿だったり、楽しく保育する姿を見て憧れを持ってこの園に入りました。先生同士で分からないことを聞いたりとか、連携を取りながら楽しく保育ができていると思います。